さあ、引き続きね、なかなか勝てない第4試合、ちょっともう一回ね、挑みたいと思います。あのね、サルコンビがね、うざいのよ。スカイラブハリケーンに勝てないのよ。でも今回は頑張りましょう。まあ、先制点をまずね、取りたいね、やっぱりね。なんとしてでも先制点を取りたい。いい感じに持っていい。ちょっとパスしようとするしね、瞬間に来るのよね。パス。ん？翼どこにいんの？あー。翼にパスしよう。やばい、翼、終わりましたね。これはやばい。危ない。あ、翼くん、さすが。翼くん、いいよ、頑張って。さあ、ここで、そろそろパスしようか。パス。いいね。あー、いい。キスギくんにパスして、いけるかな。ちょっとボレーシュートチャレンジ。どうだろう。だよね。いいのいいの。誰か拾って。翼。あーん。結構やっぱ拾われちゃうんだよね。あれでこっちが拾えたらね。さあ、岩見くんはパスカット。伊沢くんはタックル。木杉くんはタックル。誰か拾え。頼む。にゃーい、いけ、キスギくん。あう。綺麗に終わりましたね。やばい。あ、いや、翼くん今日張り切ってんな。やっぱもう、そろそろ第5試合行きたいもんね。わかる。私も同じ気持ち。パスしよう。伊沢くんだね、これは。いいじゃん。で、あ、いいじゃん。さすがにそろそろいいでしょ。で、パス。いてくれ、翼くん。ちょっと違うな。ちょっと違う。もう一回。パス。翼くん、いいとこにいない？いる。あー。いや、もう一回ドリブルするか。で、パス。頼む。翼くん、お願い。いいとこに。あー。どうしよう。でも翼くん終わった。翼くんにこうボールを回そうというのがあだとなっている。もう入れたいよ。点を入れたい。いやいい。いいじゃん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 。パス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 。来ました。1点目ありがとうございます。これで決まりです。さあ行きましょう。こんなもうシュートしかないよ。オーバーヘッドキック、決まりました。ピーでしょ。やったー、ありがとうございます。もうこの試合は終わりにしましょう。こっからがやばい、こっからがやばい。マジで今日の課題はいかに森崎くんを画面に映さないかだから、私の課題はね。やばいよ。やばい、マサオがキャッチしてる。やばい、来るって、絶対来る。みんな、急いで。やばい、やばい、絶対やるよ、こいつ。いい。中里くんって、なんか初めてかもしれないな。頼む。こいつはやる。危ないんだから。やばい、やばい、やばい。やばい、あー、まずい。あ、おう。できれば、キャッチしたいよね、本当は。でも森崎くんなのよ。ってなるとやっぱパンチングでしょうね。キャッチへの信頼は低いから。はい。ですね。あー、まずいですね。こちら拾えないかな。あー、まずいですね。非常にまずいですね。これ、あー、まずいね。森崎くん、また映ってんな。森崎くん、パンチングいこうか。森崎くんのパンチングはね、信頼がある。あ、よし、いいよ、誰か、我がチーム拾って、あー、まずい、なんで？ねえ、うちのチームは何？どこにもいなくなっちゃったの？みんな、あー、
森崎くんも出すぎ出すぎって森崎くんまだいけるよね。ガッツまだめっちゃあるもんね。頼みますよ神。さすが。さあそろそろうちのチーム、白いチームはどこに行った？やばい、強烈って打てる森崎くん森崎くん起き上がって。あーこれでもね、森崎くんを攻められない。もうだって味方下がらなさすぎでしょ。ごめんな森崎くん。まあでも森崎くんのパンチングのがいいとこに行ってればこんな問題にはならなかったんだけど、しょうがないな。ちょっとなんとか2点目を取ろう。でも今日は絶対スカイラブハリケーン、スカイラブハリケーンはさせたくないのよ私としてはね。ドリブルで超えろ伊沢くん。私の初の試みを。やばい、絶対やるじゃんスカイラブハリケーン。待って、岩見くんタックル、伊沢くんパスカット、タックルパスカット、タックルパスカット、誰かいけるでしょう。頼むよ。ああもう全員でせーのでタックルすればよくないねえ。あもう終わってんじゃん。4人いた意味とは、4人そこにいた意味とは何なの。あーまずい、マサオ行くでしょ。ああでしょうね。やばいこれ、やばい、やる、絶対こいつらやる。ああやんないわ。森崎くんキャッチとかできないよね多分。よしパンチングにしよう。よし我がチーム、我がチーム、もううちのチームはどこに行ったの。本当にボール拾えないの。森崎くん頼んますよ。えパス、パスする、パスにパスにしてみようか。信じて。できないね、倒れてるからね。じゃあパンチングにしましょう。ああもうなんてこった、なんてこったよもう。よし大丈夫、まだ前半2分40秒ある。追いつこう、頼む追いつこう、なんとかしてでも追いつくんだ。行けるとこまで行こう。あーもう、じゃあもうパスで。滝くんか、あー岩見くんでいいか。いいよ。あっやばい、マサオだったな今。あいい、岩見くんいい、いいお願い。あーそうなの、頑張る、諦めるな、試合終わってない。うわスカイラブハリケーンだけは封印して。翼くん頼むよ、後半戦です。絶対もうやばいやばい、ここでねまず一発目やられるのよ大抵スカイラブハリケーンをね。だからみんな急いでカバーして、早く早く早く。もうタックルで止めよう、こいつは止めなきゃいけない人材だから。よし来た来たよ。いやもう何やばいじゃんこれ、絶対やるじゃん。あよし、いや怖いよ怖いよ。森崎くんパンチング、パンチングはできる、森崎くんパンチングはできるのよ。パンチングはできるんだけどさ、いやだな、キャッチしてみる？いける？森崎くん頼むよ、信じてるから。えおいちょっと変な声出ちゃったじゃん今え何だった今の、もう一回やる、もう一回頑張れる森崎くん。じゃあ信じる、信じるよ。ああラッキー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 、森崎くんはダメだったけどラッキーラッキー。よしよい、怖ー、なんてこった、怖かったね
嫌な時間だったね。いいよ、攻めて攻めて、どんどん前に行きましょう。そろそろパスかな。いや、もうちょっとドリブルするか。いやー、パス？いる？いい人？いないね。ドリブルで頑張れるかな。長野くん、はい、いい。え、シュートしちゃう？いや、ちょっと待って、パスは？ちょっとドリブルしよう。ちょっと一回落ち着いてからの、絶対に入れたい。ここは誰もいない。どうしよう、どうしよう。でもね、私絶対に入れたいの、ここは。よし、誰か来て誰もいない。もう一回パス。翼くん近くにいないね。そうですか、じゃあ私ここからシュートします。キスギくん、さすがにこの距離を入れて。やったー、やった、同点。いや、あと1点、もうこれは1点取った方が勝ちだわ。やばいやばいやばい、これ絶対スカイラブやるから、スカイラブやるから、急いで、みんな下がって、急いで。やばいやばいやばい、もう森瀬くんパワーないから。よしよし、止めろ止めろ、止めるんだ神。よし、いいよ、いい、小田くん、いい、いいいい。もうあれ、本番だったらもうダラダラパス回したいぐらい。翼くん、でもまあどう、ああマジか、ああ、え、なんで、やばいやばいやばい、マサオ、マサオ来るでしょ。ああ、危ない、やるじゃんこいつ、やるって。絶対シュート普通の。でもマサオくんじゃないや、森崎くんは絶対にキャッチできない、もう知ってる。それはパンチングにしよう、しょうがない、これは私たち。よーし、神、高杉くん神。これでもうダッシュして、ふう、パスパスパス、いけー、抜けろ、パス抜けろ。おー、誰が、よし、いい、いいよ、なんかいない、いいとこに。頼む、1点絶対入れたい。いけるかな、伊沢くんまで。いけないのね、いけないのね、嘘でしょ、やだーねえ、まずいまずい、スカイラブやるって絶対。おー、岩見くん神、頼む頼む頼む、もう結構激アツな試合してる今。え、怖い、パス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 、滝くんまで通るかな、通れ、あ、誰か拾って、我がチーム。よし、伊沢くん、いい、なんかちょっと髪伸びた。パス、いないな、滝くん、滝くんまで通れ、通るでしょこれは。よし、いい、来た来た来た、いや、いい、時間的にも最高、いいんじゃない。翼くんいる、翼くんいる、翼くんいる、翼いない、ちょっと休憩で。翼くんは、え、いないじゃん、どうしようどうしよう、ちょっともうちょっと、もうちょっとだけドリブルしてマジ気持ちのドリブルして。え、どうしようどうしよう、え、翼どこ行っちゃった、翼、え、どうしようどうしよう、さっきからマジ謎の、あ、翼いるじゃん、あ、来すぎ、あ、ありがとうございます、もうこれは決まりましたわ、これこれこれがやりたかったのよ。でシュート、ダイビングヘッド決まるでしょこれ、さすがに。いやー、あとは守り抜くだけ、7分50秒、守り抜くだけ。森崎くん、やばいやばい、森崎くん
森崎くん頑張ろうね。マサオ絶対スカイラブやるから、みんな囲んで、マサオ囲んで、スカイラブやるからこいつ絶対に。よし、ぶつかれぶつかれぶつかれ、みんなタックルだ。もう時間を稼げば、やばい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 、やるぞこいつ、ついに最後の最後に出してきた。やめて、やだ。え、あ、え、どこにいんの、え、なんかおかしくない、ね、バグってないこれ、え、あ、わかんないけど、ちょっととりあえずみんな、みんな必死に止めてくれ。やった、なんかよくわかんないけど、なんかバグってる気もするけど、え、勝つじゃんこれ。すまずすまず、あ、もう40秒でしょ、もうめっちゃ遠くにパスしよう。来た来た、勝った、やったー、めちゃくちゃ嬉しい。え、なんかもっと喜ぼう。やったー、大変だった、なんか最後ちょっとバグったっぽかったけど、みんなレベル上がったね。やったー。次は明和東戦ね、ヒューガのいた明和 FC の選手が8人もいると。いや頑張った、ちょっと大興奮です。スカイラブハリケーン見れなかったねやっぱ封じたのが勝ちへの近道でしたね。さあ次の試合も頑張りましょう